はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5スクランブル続けていきます。じゃあ行く前にリクエスト探してきたぞ。うん、やっといたんで報告しようか。で、これはボス戦もう一回ね、内容を確認するのか。はい、普通にやったわ。やったな。おお、7、いいね。で、内容を確認するのか。さっきバスの弱点をついて飛ばす、やったわ。やったな。うん、内容を確認するのか。はい、これもやったね。ミッションコンプリートだ。ん、あ、繰り返しできるのこれ。はいはいはい、これは2500円。これをやるのか。あ、お米と玉ねぎ、はい。この依頼を受けるのか。あー、はい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 。まあ戦闘のついでにクリアできたらいいねぐらいに思っといてもいいかもね。うん、まあなんだろうな、余ってたら受けて、とりあえずなんかこうついでにやるみたいな感じでやってもいいのかもね。うん、まあいいや。で、モルガナとユウスケだよね、今の装備は。いや、うっし。うん、シミターをクリティカルショーアップ。はいはい、化け猫が首を刈るために使う杓子の模造品。あー、すげえ。化け猫が首を刈る、すげえな、怖いね。で、あとはユウスケね。アンティーク軍刀から村正と村正刀かな、三河武士に愛された刀の模造品。はい、速さプラス2、いいね。あ、バンドも使っとく。うん、で、前回これあげたよね。もういいか。戦闘用のなんかあげるか。ね、普通に使えるやつ。あー、これいいかもね。回復アイテムの効果量。今さ、回復1個につき10とか20じゃないですか。あれじゃやっぱ少ないんだよ。どう考えても。で、これ取るか。で、これで どうなる ?1 個でさ。上がった？いや、ここじゃわかんないか。これが基礎値だよね、銃回復ってやつ。こっから戦闘中にどう上がんのかみたいな話か。あー、なんか取っとくか。もうちょい取っとくか。うん、上がったんだよね。はい、で、あとはなんだ？これ戻っとくか。うん、物理のペルソナスキルが上がる。はい、あ、そういえばまだあったね。これなんだっけ、彼氏の心を取り返す一番最初のリクエストですね。いや、はいはいはい、普通にいいね。帰ろうか。うん、で、あとは通販で買ってない人の防具ね。リュウジ買った。モナ買ってない。ね、倍以上違うもんね。変えて。装備するか。お買い上げだな。アンドの変えて。装備するか。役に立ててくれ。うん。双葉。双葉は、あ、いや、変えたね。うん。で、ソフィアは変えてないね。で、回復アイテムとか。お。これご利用サンクス何個欲しいんだ。これお買い上げだ。もうセール品はあんま考えずに買うわ。あとね、救命錠もっと欲しいんだけどね、ないよね。うん。300時間働けますか。怖っ。これ買っとくか。50回復。これでご利用サンクス。うん。20回復。これでご利用サンクス。これでいいかな？最高か。うん。オッケー、頑張ろう。
お、いいね。おー、で、これが開くんだ。必要なものは揃ってる。証を使って門を開けるぞ。うん。おー、本当に開いた。よし、一気に突っ込もうぜ。待て、この先も魔王の腹心が待ち構えているはずだ。厳しい戦いになるだろう。慎重に進むぞ。うん。また四天王みたいなのがいるのかな。安心してくれ、パンサー。我が輩が守ってみせるぜ。魔王を撃つ。お前、結構入り込むタイプなのな。よし、行こう。はい。はい。まあ、今までと違って、ルートを確保してから行くんじゃないんで、まだ戦闘があるってことだよね。普通のね、戦闘が。くそ、こいつらを止めろ。おお、すごい。使うか。まだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。敵あと少し。おお、一気に倒しちゃう。忘却。普通は効かないけど、所詮はザコだ。ゴリ押しでいけ。それ、これが私の本気です。すごい。打ちな。敵の攻撃を。すごい。なくなった。お、うん、はいはい。あんまりね、技って見てないかな。特に物理技はね、全然見てないね。どうしようか、凍結率アップ。あー、いいね。これいっか。物理系は1個2個あればいいよね。何かあるよ。はい。おお、なんかいる。消耗意外と大丈夫だね。やっぱ回復量アップが効いてんのかな。回復アップか。なんか戦闘終了時に回復するやつってやつ。誰だ。我が眠りを妨げる者は。ちゃんとゴーって言ってるね。またなんか出た。自分でゴゴゴゴー言ってるし。ドラム、この先は我が主の居城。人間ごときが踏み入ってよい場所にあらず。愚かなる人の子よ、ここで何時らを滅ぼしてくれよ。おお、ビシャーチャーかな。違う、あ、ドラムね。爆発物の食らいなさい。うまく使って敵を巻き込んぜ。よっ、こいつって俺は。待て、どこ向くんだ。なんかよそ向いちゃうんだけど。ドラムの弱点は光か。光と炎ね。じゃあ何に変えようか。頑張ってね。オッケー。なんかある？爆発物。なんだあれ。奴は俺が。わお。パンサー華麗につなげたな。やってるかもんよ。めっちゃ見てんだよね。ね。めっちゃ来るんだよね、こっち。なんか覚えた。超炎上。
半円属性系のダメージと炎上確率が上昇。どこ行くんだ。なんかカメラがおかしいぞ。あ、変わった。あ、あ、なんかやられた。マジ？なんで？なんで？マジ？いや、救命所は使わずに行こうか。マジか。普通に魔法使っていこうじゃあ。いただいていく。やるな。まだか。私にやるぞ。ヘルストラ。ジョーカーの追撃がヒット。うん。これ。なかなか強かったぞ。魔王の腹心。BGM のテンション高くて聞き取れなかったんですけど、これ一旦帰れるかな。めっちゃ消耗したからね。仕切り直すのもいいだ。あ、帰れる帰れるんだ。いいね。はい、帰ってきたわ。そういや武器変えたよね。村正こんな感じなんだ。よく見えないけど見えるわ。紫、うん、はい。じゃあ行こうか。一回帰れるのいいよね。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。うん、準備はできてるか。オッケー。よし、行くぞ。無事に潜入できたな。この調子で行こう。すごいね。鴨志田パレスみたいな感じだ。すげえ。何かあるようだ。あ？いいものを拾ったぞ。おう。どこかに道があるはずよ。じっくり探してみて。いや、雰囲気はいいけどね、このダンジョン。いいんだけどね。あ、宝箱。ん？いけない。どうすんだ？ここで詰まることある？あ、ここか。わかりづら。はいはいはい。いや、どこも行けないなと思って見てたけど、宝箱も取れないしね。取れないし。で、ここね。うん。危ない。うわー最悪。後ろ通らなかったっけ。これはなんだっけ。炎か光ね。さっき魔法技使わなかったんで結構消耗したんですよね。だから使っていく。おい、止まんない。あ、これもあったね。余裕だったわね。次もうまくいくといいね。うん。とりあえず、はい。まあ、とりあえず総攻撃を出せるように頑張るってとこかな。で、あんま SP 温存しても逆にね、なんか逆に消耗しまくっちゃうんで、そうだな。どっから来たっけ。こっちから来たんだよね。うん。あ、宝箱。何かいい。さて、
気になる中身は。あー、 SP 上がる系かな。うん、上デッキ。あら、うん、お、ペルソナ1体のか。あー、あ、これは普通に今すぐ使えるね。とりあえずジョーカーに渡しとくか。うん、で、これは置いとこうかねえ、ここら辺。まあ最終的に使うペルソナで強化するとか、そういう流れでいいのかなみたいな風には思いますけども。で、こっちか。相手は気づいてる。仕掛けるか。こっちが有利だ。焦るなよ。このままやっちゃおう。終わりが見えたかな。お前がやっちゃおう。オッケー。ボス。倒した。大したことはなかった。よし、どんどん行こう。よかった、シャドウはいないよ。うん、おお、いや雰囲気はいいんだけどね。出れない。戦闘あるね。シャンデリア覚えとこうか。調子に乗るなよ。バトンタイム。交代だ。間違えた。出せろ。しらす。お、まだ来るの？出て出て。痛い。カウンター構えといたら来ないんだよね。チャンスだ。もったいない。まだいたんだ。出て出て。これどうにかなんないかな。カウンター、カウンターできた。ダイ。ノワールだ。あ、銃が弱点か。決まったな。見て見て、新技だよ。うん、よかった、誰もいない。ここにはおかしいでしょ。100万ブーとかすごいな。本当体験型のアトラクションだね、小説の世界の。魔王城のどのあたりかな。まだ中階層ってとこ。上まではもうちょいかかる。なら体力に気をつけながら進まないとね。そこを動くな。おう、こいつは銃だね。幕を下ろすとき。OK。うん、ここは安全みたいだね。これ今さ、ショータイム溜まってんじゃないですか、ユウスケが。で、別のメンバーに変えれば、そっちも溜まるのかな。だから、そううまくやれば、最大で4回連続でショータイム使えるのかな。とか思ったけど、どうだろうね。変えてみる？頼む！うん、わかった！ね、アンが今、ゲージ1つだよね。
だから貯めとけばいいかなと思って今思ったわ。ん ?2D だ。急になんか。なんだ床からトラップだ。注意しろ。後戻りはできないようね。覚悟を決めて進みましょう。いいね、なんかそういうゲームみたい。おっと警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。あんのか。え、わかんない。わかんないんだけど。よし、宝箱見つけたぜ。おっと、中身は、うん、パワーアンクル。力プラス1か。まあいいかな。うん、だ、はい。いいじゃない、いいじゃない。あれ、なんだろう。やけどするよ。戦闘前にこれ貼っとけばいいのかな。シャドウがいる。要注意だ。ねえ。燃やしてあげる。戦闘前にエンチャントつけとけば。やけどするよ。いいかな。俺たちの姿を見せな。いけるぞ。見て、敵が慌ててやっちゃう。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。膝まじきなファンだ。ナイスプレー。やはりエイなんだ。うん、でも結構回復してるね。たわいもない。この調子でゴーだ。ねえ、ゆうすけ154、誰か回復してくれたかな。いや、それでもだよね。いいね。交代だ。任せて任せて。え、どこだ。これなんか意味ある。雰囲気はいいんだよね。こっちか。ね、ああ、いや、これは微妙だけど。役に立つものだといいけど。なんもない。おーっと、落とされたような。スライムで、スライムとかラミアで、これダメだな。ショータイム違う。総攻撃を稼いでみたいな、そういう感じになるのかな。ユウスケに変えようか。ユウスケで、あ、ついに倒しちゃった。これなんだ。かっこいい。雷ね。どうする。雷、リュウジがいない。頼む、任せろ、行くぞ。雷、スライム、アンドロス、アークエンジン、フェニックス、ハイピクシー、アルセール。雷がない。こういう時だよね。ウチチキン、ウイッチ、あっ、テルスラ。なんかやるか。引かないってわけじゃないもんね、他の技が。ラミア、炎耐性、風。いただいていく。はっはっ、決める。見えないな。刺さってる。敵に投げたら効果的かも。すまない。おい、ジョーカーやられたんだけど。私にやらせて。こういうと強敵だな。俺は使って、ちょっと待って。ノワールもやられた。マジか。そうか。開脚、強さを頼む。誰にやれたんだ。
うまいぞジョーカー、ナイスだ。さすがはリーダー。これな、もう使っちゃう？ジョーカーの追撃がヒット。やつは俺が。フォックスがヘロヘロだぞ。フォックス大丈夫？回復できない誰も。回復しないとまずいよね。頼む。オッケー。回復を知ってほしかったんだけど。してくんないよね。これでしょ。ありがとう。火炎効かないし、こいつは強敵だ。慎重に行け。感謝する。あと半分。撃ち抜く。敵の攻撃が来る。みんな備えて。はい。よし、パワーアップだ。サポートは任せろ。難しいね。今炎か、ハヨタスライムは確か物理耐性があるんだよね。こいつの方がいいか。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。レッツショータイム、見せてやるフォックス。撃ち抜く。結構時間かかるね。やっぱ炎がないとしんどいか。体力やばい、注意しろよ。よくは俺だ。マーション、ジョーカーかっこいい。まだまだな、ジョーカー。危ない。そうだよね、スライムは炎がなくてなんだ。呪音属性が効かない相手だ。気を引き締めていけ。やっぱラミアでよかったんか。はい、いやだいぶしんどかった。シャドウの反応はないな。体力に注意な。できたら今のうちに回復しとけ。ね、弱点がつけないとほんとつらいね。であれは、おお、いやすごいけど、すごいね。あ、ここもさあんのかな。この鳥かご、渋谷の時と同じね。ねえ、リアルでなんか問題解決するとか、調査するみたいなのあるかもね。で、夏目の野郎がこん中でふんぞり返ってやがんのか。早速ご対面と行きたいところだが、ソフィー、どうだ。また鍵がかかってるな。誰かが触れて心の声を聞き出す必要がある。じゃあ今回はスカルお願い。は？なんか痛そうだし、ソフィーにやらせるのはかわいそうだと思って。俺ならいいのかよ。スカルはほら頑丈だし。一度感電済みだしな、適任だ。地味に痛えんだぞこれ。後でラーメンでもおごれよ。私なら大丈夫だぞ。いいんだよ、ここは俺に任せとけ。ありがとうスカル。まったく大した実力もない若造が。まあまあ、これも我々のためですから。やはり何か聞こえてくるな。この声に関することが夏目暗号の心の傷ということ。多分この会話の内容からトラウマを負った場所を特定すればいい。アリスにとっての囚人学園みたいな場所ってことね。
とにかくもう少し聞いてみよう。必ず手がかりがあるはずだ。編集長、少し声を抑えてください。もう戻ってくる頃ですから。だがね、愚痴の一つも言いたくなるよ。あの打文を読まされる身にもなってくれ。熱意はありますけど、それだけじゃね。才能は遺伝しなかったようですね。あー、すいません、ガトーレコーヒーをもう一杯。はい、かしこまりました。まあ、せっかく捕まえた金のなる木だ。逃がす手はないからな。編集長も人が悪い。どういうことだ。やっぱ痛えじゃねえかこれ。だがおかげでかなり声は聞けた。話はよくわかんねえけど、場所は喫茶店か。あ、ガトーレコーヒーと聞こえた。ガトーレってチェーンのカフェだね。でも仙台駅の周りではあんまり見かけなかったかも。こっちじゃ数が限られてるなら探し回る手間が省けそうだな。とにかくこれでトラウマ部屋のヒントもゲットだ。とりあえずジェイル出てガトーレコーヒーっての探してみっか。戦闘あるかもね。ガトーレコーヒー多分アーケードじゃないかな。いや戦闘最後つらかったな。弱点つけるやつがなかったんだよね。ちょうどね雷がなくってね。つらかったなね。いやあった。あ、じゃあこれリュウジだ。出てかれたね。ちょうどないんだよね。ちょうどというか他も多分ないね。白熱とかもそうだしね。そこら辺はカバーできるようにしといた方がいいね。まあ前作もそうだったよね。やっとくわ。はい、ということでじゃあ今回これで以上です。次回ガトーレコーヒー多分アーケードの中になると思うんで探しに行くか。はい、ありがとうございました。